の話やねん。マジで。どうもー、マラキーカップルでーす。来ました。来ましたねー。今日はサウナシリーズ第3弾です。あ、3弾か。もう3弾目よ。今日はですね、いつもとちょっと違って、はい、お寺サウナとなっております。楽しみ。なんか修行みたいなんで。そうそうそう、なんか今日は座禅体験みたいなもお寺やから性格外がやろうということで。じゃあ、あれやねんな、これあの私がニュースかな。そう、テレビでたまたまな映っててんな。そうそうそう、それで私が行きたいって言ってたら、うん、達也があの電話して聞いてくれて、ほんならな、なんと貸し切りに。いや、ほんまにそうやねん。まずりこさ、座禅がさ、そのテレビで見たのも一瞬やったからどんな感じかあんま分かってないんですけど、しばかれたりするやつ。しばかれたりするな。なんか多分俺もどんななんか分からへんねんけど、座禅体験を先します。うん、座禅体験先して、それで心も整った状態でサウナ。え、川やんな。また川。そうそう、川やねん。また水風呂は川になります。楽しみ。やっぱ和歌山好きやわ。ああ、和歌山な、もう俺らしょっちゅう来るもんな。和歌山って言ったっけ。言ってない、まだ。和歌山なんですけど。大好き和歌山。今日な、あれやねんな、泊まりやねんな。え、そうなんですよ、今日はお泊まり。泊まれるお寺さんみたいな感じやから、なんかキャンプもできるし、お寺の中に泊まることもできるみたいな。そう、キャンプすんねんな。今日はキャンプです。ちょっとでも雲行きがな、怪しいねんな。そうやねんな、夜がな、雨降るかもみたいな。そう、地獄やで、キャンプで雨は。命ないかもしれん。命ないかもしれん。リコ、オープニング長いわ。まだリコの一生懸命この喋ってんのカットされんの。全部カットするよ。もう喋らんなんで、リコ。ほんま、何も喋らんねん。どうせカットされるわって思いながら一生喋って。手抜く。最低限のことしか喋らんくなんで。あ、リコ、海。え、森やん。海や、え、見えへん。見えへん。森やん。あ、海、え、空。海や、海や。何で海と空が。まぁちょっとどんよりやからな。そうそうそう。ハナキンカップルー。はい、到着しました。住職の西山です。よろしくお願いします。今日はようこそいらっしゃいました。禅の体験と、そしてサウナとを通して、まあ究極の整いですね、はい、体験していただければありがたいです。それでは早速座り方から座禅の指導していきたいと思います。はい、そうしましたら、まず足を組みます。このようにですね、片方の足を、もう片方の足もこの上に、こういう風に乗ると一番ベストですね。乗りますかね。きつそうですね。はい、あ、結構いいんじゃないですかね。あ、いいですか。はい、はい。では次に手ですね、左手を出してください。左手の親指を右手で握る。そして重ねてください。そうです。で、軽く起きやすいところにリラックスしておいていただければ結構ですと。そして、座禅中ですが、息に、心を集中してください。できるだけ長く息を吐きます。一度やってみます。合掌をお願いいたします。はいはい。そしたら足一旦崩していただいていいですよ。あ、西山さん、はい、やばいっす。はいはい、ゆっくりでいいので、はい、大丈夫ですか。やばい。
そう。やってみてわからないことあれば聞きますけども。どういう気持ちで息を吐いて、うん、なんか苦しいってなっちゃうんですよ。息苦しいなとか考えて、どういうなんかこう、整っていくにあたって、はい、どういうメンタルというか、精神状態でいったらいいんですかね。なるほど。皆さんそう言うんですよ。心の置きどころがやっぱ難しいと。うん、で、実際、やっぱそんな簡単に、なかなか整いまで、座禅の場合行くのは難しいと思います。うん、テントサウナ、なぜ始めたかと言いますと、私がそのね、自分でもサウナ入りますけども、して感じたのが、おそらくね、80% 以上の方が、最初にその整い体験できるじゃないですか。はい、その座禅で行き着くところってすごくこう、似てまして、サウナを使うと、その心のありようっていうのが、あ、これか、この整いが、座禅をして行き着く先なんだっていうのが分かると。そのお子さんが体験来た時によく聞くんですよ。あなたの心ってどこにありますかって聞くと、8割方ここって子供がいるんですよ。でもこう切ってじゃあこう開いたら、あなたの心が出てきますかって言うと、出てきません。そうですよね。心は他の臓器と違って、目で見てどれくらい悪いか判断したりとか、手で触って直したりすることが、ね、できないですけど、緊張すると息しにくくなるんですか、で、腹立って怒ってる時は楽になりません。息と心っていうのは関係性があるので、逆に息をコントロールできれば、心がコントロールできると。試しに息を吐きながら、怒ってみてください。歯を怒れないと思うんですよ。確かに。違うよね。なんかね、そこの中でこう腹立つことを思い浮かべても、なんか腹立たないですよ。息っていうのはそういう心をコントロールする、唯一の方法なのかもしれないですね。なるほど。そういうことか。はい。いい情報。いい情報やな。なんかすぐ手軽に家とかでもできるっていうのが。なすればいいな、うん。日常でこれ手に入れられるんだったら、ちょっとこう座禅頑張ろうかな。確かに。確かに。頑張りたい。サウナ知ってるもんな、整いよな。だから、そうなんですよ。足崩してください。落ち着く。何も考えてるもんな、なんか考えすぎるからさ、最近いろいろ考えてたからなんか落ち着く、現代人の方がこういう時間って、必要なんだと思うんですよ、もう文字情報が溢れすぎてて、その中でなんかね溺れてるような状態になっちゃってるんでね、僕のなんかこう座禅のイメージってこう心がね器なんですよ。この器の中に今日しなきゃいけないこととかなんかいろんなこう思いが入ってる。こう一息一息吐いていくごとにこれがどんどん出ていってこう空っぽになるんですね。で空っぽになるとここにこういろんなものが入ってくると。例えば虫の声とか鳥の声ってこう意識するから気づくだけでもともとあるんですよね。鳥もいるし虫もいるし風も吹いてるんだけど、思いがいっぱいだとそれって気づかないじゃないですか。でも器が空っぽになるとそうした周りのことがたくさん入っていろんなことに気づけるようになる。私たちこう最終的な師匠というか目指す姿って自然なんですね。自然の一部になろうみたいなそんな感じなんですけど、よくね坊さんって煩悩ないんですかって言われるんですけど、煩悩がないっていうわけではなくて欲がないっていうわけではなくて、その出方が自然なだけなんです。例えば蝶々が飛んでこう鼻から離れつって蜜を吸ってると、それってまあ食欲だったりとか、欲望だと思うんですけど、それ見て腹立つ人いないですよね、そういう自然な生き方、誰にもこう嫌な気持ちを起こさせないような、そういうものになりたいと思ってて、だから自然からそういうことを学ぶんで、やっぱりこう自然の中で座禅する、サウナする、心が落ち着いた状態で自然を眺めてみて、またこう自分の生き方を見つめ直すみたいな、そういうふうなことをしてほしいなと思ってるんですね。はい。まあ、あとよく今最近若い方のこう相談を受けるんですけど、で、よく感じるのがね、なんかいろんなことの責任を自分に負いすぎる人がすごく多い気がしてて、まあ、自然の中身を置いてみると分かるんですけど、うまくいく時もあればうまくいかない時もあって、それって自分のせいじゃなかったりすることたくさんあるでしょ、農家さんがお米作って、でも収穫前に台風が来たらもうそれで終わりで、どんだけ一生懸命作ってもうまくいかないと。逆になんかあんまね、努力しなかったんだけど、なんか天候が良くて意外とお米が取れたと。晴れたら晴れたなり、雨が降ったら雨が降ったなりに自然に生きていく、
そういうのを学んでいけばね、うまくいった時って、まあ言ってみれば自分だけのせいじゃない、おかげではないのでね、もっと周りに多分感謝しなければいけないだろうし、そうすると多分おごりみたいなものがなくなっていくと思うんですよ。で、逆に失敗した時も、まあよくよく考えてみれば、多分自分だけのせいではないんですよね。背負い込みすぎる必要もないので、ストレスも溜まりにくいだろうし、そういうやっぱ自然のあり方っていうものに学んでほしいな、そんなことは思ってます。はい、いいですか。はい、たらとりあえず座禅指導はこれで終わりさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、ぜひサウナ、お楽しみください。はい、ありがとうございます。雨が降らなかったことに感謝しながら、そうですね、感謝しながら雨がね、はい、よかった。はなきー、最高でしたね。天国ここ。どうでしたか、人生初の座禅体験は。話いい？うん、話してください。正直ほんまに座禅舐めててん。何が目的かはあんまり知らへんくて、うんうんうん、座禅のもう住職の話がまず分かりやすすぎて、うんうん、サウナで行き着く整いが座禅でも経験できるみたいな、うんうん、行き着く先みたいな言ってはったやん、うん、だからまずそれで、あ、そうなんやって思って、うん、でその後住職の話いろいろ聞いて、うん、リコの何撮ってんうまいよ。泣いてたっていうか涙が出そうになってんけど、ほんまそれくらい住職の話が素敵すぎて、もう入ってきたやん、ストーンってリコの中に。そう、自然に変えるじゃないけど、うんうんうん、誰にも嫌な気持ちをさせないような生き方をしたいって言ってはったよ、うんうんうん、もうそれがほんまリコもそうですってほんまに私もそうして生きていきたいって、マジでなんか自分の人生のあり方を今日学んだくらいなんか俺もいろいろ響いたんやけど、うん、なんか責任を感じる、うんうんうん、感じすぎてるみたいな、今の現代の人は、うんうんうん、けどもうそれって結構周りの環境やったり、そういう自分以外のことが原因で起きることも多いからっていうので、そういうのをなんかこう全部取っ払って、もっと自由に、もっと楽しく人生をな、楽しめばいいんじゃないかなってめちゃめちゃ思ったな。そう、住職のマインドが好きでした、私は。な、いや、あの考え方、あのマインドになったらもう人って最強やからな。もうみんなこの考え方に、うん、なんかなったら世界平和ラブ&ピース素晴らしい、来てよかったほんまに。いや、みんな来るべき、直接話聞くべきやな。で、終わってからその話聞いたら、心が整ってるからか分からんけど、ほんまに入ってきてんリコ、なんやろ、奥に、うん、で、なんかもう楽になった。神様ちゃん、あの人住職、神様なリコらにしか見えてなかったいやすごい、こっからも楽しみやね。もうサウナ入りたいわ。ほら、そういうな、焦りもあかんねん、自然と一体化しろって感じろ、この自然を。鳥の声聞こえへんやろ、リコめっちゃ聞こえてる聞こえてるわ、俺も。そこか。やばい。来た。あ、やば。うわぁ。ちょっと気持ちいい。え、やばい。なんか老廃物がほんま出てる。中から汗がぐわー出てる感じだな。最近絶対溜まっとってんな、リコ。しかもさ、ここ何がえってさ、出てすぐ川やん。え、そう、それやねん。え、すぐ行っていい？すぐ行っていい。行こう行こう行こう。うわ、行った行った行った、あ、入ります。うわ最高最高。うわ、ちょうど俺お尻つけてもちょうど、うわ、触られた。気持ちいい。最高すぎて最高。ここほんまに引っ越してこんこっち引っ越そうや、この辺に。気持ちいい。リコ正座できる。正座ってこと。正座ってこと。ハハハハ。
足でかっ水のあれで太ももバリでかいやつみたいになってる顔だけ見える？顔だけに顔だけに見えるよだいぶ気持ちいいねすいません行ってきます。昨日も夜中に食ったやろ、うん、うん、3日前くらいから来てる爆食のあれいいことやわ健康の証拠まっ、あ、たやな人は健康じゃないとご飯も食べられへんせやで食えるのってほんま幸せやからな食べれる時に食べてみるんですよせやうわよいしょーよいしょあー気持ちいいあーやばいなんかもうこういう時間があれなら人生頑張れるよな頑張れるこういう時間が全てやねんなリコの人生でほんまにこうやって達也とのんびり旅行行ったりする時間その時間のためだけに生きていってるそれ以外何もいらんもんなうんそれは嘘やけどそれは嘘やわリコもハハハハ全然嘘ついた全然嘘ついたえけどそれがメインメインやな手に入れれるもんは人生のうちでなるべく多く手に入れていきたいそうそう人生なんて一度きりやもん来世さ、うん、多分まあ会うやんかうんまた何やろな兄弟とかかな次いやや俺兄弟はいいことマジで嫌なんでやねんマジでしんどい左子お母さんうわそれもきついちょっとおもろそうやけど絶対いいお母さんうんリコはたっちゃんは次も旦那さんがいいわほんまもう達也以外は無理あの達也とが旦那さんになってくれへんのやったら女で生まれたくない次リコ男ちゃうでも多分リコずっと男やってんけど今世間違えて女で生まれてきたんかもしらん俺ずっと今までもやしこれからもずっと男やと思うたまにゴリラなんじゃほんで男か女かの話しとんねんなんでゴリラ入ってくんのじゃあ前世も来世も全部ゴリラやたまたま人間やってあそれかもしらん達也ずっとゴリラで来てたのにたまたま今世あの人間やったんや奇跡の人間リコ多分前世もずっと宇宙人やってんけどたまたま地球人に生まれたんかもしらん奇跡奇跡の地球人何の話やねんマジで輪廻転生マジで何の話してんのずっと楽しいこういうさしょうもない話がいっちゃおもろいほんまに結構達也としょうもない話するのも好きやねんこれやったらどうするとか絶対起きもせんことをさ俺はずっと、ね、これやったらこうやなってくれおもろいわなんかもう気づいたら明日とかなってそう花金カップルあ、着いた？うわ、すげえ開運の鐘やってえ、めっちゃ着てるほんまよはい、行きますつながってるもんな。な、こちらです。あ、お寺ステイ。お寺ステイ。かわいい。かわいいな。看板。じ
ここが我が家になります。ルームツアー、我が家のルームツアー。オープン。口に入れます。いやすごいね。ですね、我々の部屋がね。すマジすげえ。大奥やん、もうマジで大奥。マジすごい。じゃあどこ行った、どこ行った。ちゃんと紹介してくれよ。はい、こちらが寝る部屋ですね。完璧。お布団を敷いていただいて、はい、奥も部屋やな。のテレビあるの。ヨギモちゃん、これヨギモ電気つけてみてよ、ここ。これつけようかな。おお。え、なんかトトロの家みたいじゃない。トトロの家みたい。いやほんまさ、あれちゃう、キャンプも絶対楽しかったと思うけど、うん、こっちを用意してもらってよかったな。だってキャンプはさ、どこでもできるもんな。うん、できる。確かに。いや、泊まれへんよ、お寺なんて、ほんま。確かに、確かに。じゃあ、着替えて、はい、ご飯行きましょうか。モダイさん、着きました。はい、今日のご飯ですね。食べていきたいと思います。めっちゃおしゃれやん。はっちゃんも飲めることになってんな。そう、いろいろありまして。そう、また後で説明します。はい、もうちょっとあの癖のある画角だと思うんですけど、はい、あのエンディングですこちら。ほんまに語りきれへんくらいいろんなことあったな。いやマジであった。出会いに感謝。いやほんまにすごいいっぱいいろんな出会いあって幸せだったわ。まず菩提さんはもうとにかく海鮮が美味しすぎてびっくりした。もうほんまにもうシンプルに最高。ほんで、うん、2軒目に行ったワインクマノ。ワインクマノさん。ワインクマノさん行ったんですけど、うん、もう店長さんがね、本当に素敵な方で。いや、もうリコ喋りすぎ。そう、ずっと店長さんと LINE 交換しとったやん。もうほんまにお店も最高やったし、そう、その人柄とかも本当に素敵で、うん、
ワインとか全然知らないんですけど、ワイン何かお好きになりますかって言ったら、すごいなんかパッパーって選んでくれて、好きなもんからな。で、私はもうワインカウントさんのおかげで、ワインオタクになりそうです。いや、ほんまにワインさ、マジでハマりそうよな。マジでいい日やったわ、今日。パーフェクトデイっていうワイン飲んだんですよ。飲んでんな、ワイン飲んでんな。そう、飲んだんですけど、ほんまに今日ね、締めくくるにはもう最高のお酒やった。もう今から温泉なんで。まだ終わりじゃないね、俺らは。そう、なんかめちゃめちゃお湯がいい温泉をまた教えてもらったんで、うん、あ、そう、あの、なんで達也がお酒飲めてたかって、ね、お寺の、うん、スタッフさん、太田さんっていう方が迎えに来てくださるんですよ。もうみんな、もう、なんやろ、和歌山っていうか、那智勝浦、串本、本当に大好きです、私たち。だって、どうせやったら飲んだ方がいいっていうのでな、うん、迎えに来てくれるということで、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。今日、ほんまにパーフェクトでいいよ。タイトル、パーフェクトでいい。誰も見よう。もう私のね、左腕が、つりかけてるんで、あの、もう終わっていいですか。あ、終わりましょう。パーフェクトデイということで、はい、今日の動画は終わらせていただきたいと思います、はい、では、あの、皆様もね、うん、ぜひね、那智勝浦に来る機会があったら、うん、あの、私たちが巡ったところ、もう間違いないんで、間違いない、ほんまにもうこれは胸張って言える。マジで同じルート行けばいい。ほんまに間違いないんで、あの、行ってみてください。はい、では、ハラキンカップルでした。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。Thank you.